側面にボルテックスジェネレーターを備える新幹線500系電車の翼型バンタグラフ、ボルテックスジェネレーター、または下流生成器は意図的に乱流を生じさせることで空力特性を改善する装置。意図的に乱流を生じさせることで境界層剥離を抑えることによって空気抵抗を減らす効果がある。飛行機の翼に取り付けることで乱流翼となり、 翼型性能が向上し、飛行が安定する場合がある。基本的に主翼に取り付けられるが、方向打や補助翼の効果を高めるために設置されることもあり、YS-11 では水平尾翼に導入された。レーシングカーでは、ダウンホースを高めるために設置される例もあるが、競技によってはレギュレーションで規制されている。市販車では、 三菱自動車のランサーエボリューション A と m r で、オプショナルパーツとして採用されていたり、トヨタ自動車のアクアに純正採用されていたりするなど、スポーツ走行を目的とした自動車だけでなく、環境性能を求めた車にも採用されることがある。冷却ファンやパンタグラフ等の風切り音を低減する目的でも、使用される。JR 西日本の新幹線500系電車において、 登場当初採用された翼型パンタグラフでは、パンタグラフ4時台の側面に、幅6ミリ、長さ25ミリ、高さ3ミリの三角形の突起が2列に並んだ、ボルテックスジェネレーターが付けられていた。フクロウの風切り羽根も、端部の形状が、ボルテックスジェネレーターとなり、羽ばたき音が減少している。ありがとうございます。